ミミズ、ミミズ、ミミズは、関係動物門品、毛綱、学名に属する動物の総称。目がなく、手足もない紐状の動物である。名称は、目見えずから、メメズになり、転じて、ミミズになったとも言われ、西日本には、メメズと呼ぶ地域がある。多くは、陸上の土壌中に住む。ミミズは、手足、頭、触角等、 目につく顕著な器官が代表に何もないのでごく過当な動物と思われがちであるが、これらはむしろ顕著な頭部器官やイボ足を持つ同じ関係動物門の多毛類、誤解の間のような複雑な形態を持った祖先から地中生活への適応として二次的に単純化を起こす方向で進化したものと見るべきである。一般に、 ミミズ類では、体表面には目立った器官が見られないが、過等な水ミ,ミ,ミズなどでは、容易に、頭部器官を認識でき、また、相対的に小さなこともあり、目点も目立つ。エラミミズなどでは、外エラが発達する。大型の典型的なミミズ類であっても、体表には微小な死細胞が散在し、光の方向を感知することができる。一般的なミ,ミズの体の特徴は、細長く、 たくさんの大切に分かれていることである。最先端には、口前葉があり、水耳類にはここに、目点等があって、頭部と認識できる例もあるが、ほとんどのものでは極めて対価的で確認が難しい。体表をよく見ると、体節ごとに短いながらも頑丈な剛毛が生えているのがわかる。この剛毛がスパイクとして機能することで、みずは、 体の前動運動を前方への移動へと結びつけることができる。淡水性の微小な水耳水や泳ぎ耳水では体のサイズと比べて相対的にかなり長い剛毛を持つ。剛毛はまっすぐに近く単純な毛状剛毛と先端が曲がっており、往々に先が二分する鍵型剛毛どの違いがあり、それらの特徴は分類上重視される。なお、剛毛が皮膚から直接に出て、 イボ足が見られないのはタモウ類との大きな違いである。成熟したミミズは体の前の方にいくつかの大切にまたがった肥大した体上部分を持つ。この部分は外見では中の大切が区別できなくなっているからそこだけ幅広くまた太くなった節があるように見える。これを艦体と呼んでいる。多くの大型ミミズ類では艦体より前方の覆面に 有性生殖孔が艦体の覆面に死生生殖孔がある。なお、多毛類においては生殖腺はより多くの大切にまたがって存在する例が多い。ミミズにおいてそれがごく限られた大切にのみ存在することはより意き大切性が進んだものとみなせるからより進化した特徴と見ることができる。ミミズの体内は大切ごとに核壁によって仕切られている。このような 細かい部屋に仕切られた構造は、壁が柔らかい材料でできていても、そこに耐閤液の水圧をかけることで、随分頑丈なのになる。耳鼠には骨もないのに、土を掘れるのはそのためで、このようなものを清水力学的骨格と呼ぶ。循環器として血管があり、専用血管と復興血管が体幹を重装している。五つの血管が、それぞれ別々の働きをしている。 傷の修復能力が高く損傷を負うと血管から細胞を移動させて瞬時に修復できる。しかし呼吸器はなくガス交換は皮膚呼吸のみで行う。皮膚の毛細血管から酸素を取り込みに酸化炭素を排出している。そのためガス交換の速度、量に限界があり、耳の太さは直径2 6トルが限度である。消化器は 体の先端部に口があり、そこから体幹の前兆にわたって腸が伸びて、左脳及び小腸を通り、後端部の肛門に続く。咽頭線から粘液を分泌し口から入った、食物を移動させる。腸に入ると、リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼを分泌し、タンパク質、脂質、多糖類、セルロースを吸収する。肥ダの多いミミズの腸は、栄養の吸収の効率が良い。 老廃物は各大切ごとに人間によって排出される。ミミズは骨格がなく移動に際して伸縮するため、正確な全長を測定するのは難しいが、種類ごとの大きさは極めて変異に富む。ミズミミズの仲間は1ミリメートル以下のものもあるが、大きなものは数十センチメートルを超える。日本では東南アジア原産とされ、石川県から 滋賀県にかけてのみ分布するハッタミミズが6 0トル以上にも達するが伸縮の度合いが大きい。中部日本異跡にいるシーボルトミミズは最大のものは4 5トルになる。アフリカや南アメリカでは2ルを超える種類があり、オーストラリアに住むメガスコリデスアウストラリスは3 3 5ル、または3 5ルと言われ、世界最大種とされる。のように、 多くのミミズ類は私有動体である。生殖時期になると、二頭の生体が体を逆方向に向けて、肝体部分の覆面を接着することにより交接を行い、精子を交換する。交接後、ミミズは肝体の表面に筒状の卵胞を分泌し、これと体の隙間に複数の受精卵を散乱して、栄養物質を分泌する。散乱と分泌が完了すると、 首輪を脱ぐように卵包みを頭部の方向に送り出し、頭部から離脱すると、筒状の卵包の前端と後端が収縮して、受精卵と栄養物質を密閉する。発生は直接発生で、ほぼ親と同じ姿の妖精が生まれる。油耳ミ水ミや水耳水では、無性生殖も盛んに行われる。横分裂によって、前後に二個体に分裂するのが普通である。 増えた二個体が繋がって活動する連鎖体が見られることもある。これらの類では、ちぎれた場合もそれぞれが再生していく個体になる。なお、より高等な類では、無性生殖は行われない。王行のミミズを捕まえると、よく体がちぎれることがあるが、これは、いわゆる自説である。この場合、前半身から、後半身が再生するが、後半身からは、 再生が行われない。一般に、ミミズといえば、陸の土の中に生息するものと考えられている。しかしながら、水中生のものもある。糸ミミズ類は、おでい中に多く生息し、ミズミミズ、アブラミミズはごく普通の水域に多く生息する。アブラミミズ、ミズミミズは沈殿物中を這い回って生活するものが、多い。一部には体をくねらせてよく泳ぐものがある。 ごく少数ながら海産種も知られる。糸ミミズと陸生のミミズの多くは、泥の中に穴を掘って暮らしており、デトリタス食である。穴を掘り進み、土を飲み込んで暮らしているものもあるが、決まった生還を作り、そこから体を伸ばして落ち葉を取り込んで食うものもある。雨になると地上にミミズが出てくることがよくあるが、これは雨水が、 土壌中に染み込むと酸素不足になるためであるらしい。ホタルミミズは生物発酵することが知られている。ミミズは土を食べ、そこに含まれる有機物や微生物、小動物を消化吸収した上で粒状の糞として排泄する。それによって土壌形成の上では特に植物の生育に適した暖流構造の形成に大きな役を果たしている。そのため、 農業では一般に液中として扱われ、土壌改良のために利用される。ただし、同じミミズとは言っても、シマミミズのように腐敗有機物を主食とするものと、太ミ,ミズ類の多くのように腐食を含んだ土壌を主に接触するものでは、土壌との関係も異なっており、かつ、土壌の環境によって出現するミミズの種類も大きく異なってくる。また、ミ,ミズは一日あたり体重の半分から、 同量程度の餌を摂取し、その糞が良質な肥料や土壌改良剤として利用できることから、積極的に生ゴミ等の有機物をミミズの餌として与え、その糞を肥料として利用するミミズ堆肥化という手法がある。進化論で有名なチャールズ・ダーウィンは晩年、ミミズの研究も行っている。ミミズの土壌形成に果たす役割は人類社会において古くから知られていたが、 それを最初に学術的に研究したのは彼であった。進化論の中で植物が生えている土はミミズの体を何度も通ってきていると述べている。最近ではこのエピソードを紹介する子供のための絵本も出版された。ただし、釣りミミズ科の桜ミミズのように糞として排泄した土くれが稲の苗を覆って機械による稲刈りに支障を与えたり、 クソミミズなどは草地に生息し、地表に多くの分解を積み上げるので、ゴルフ場の芝生を損することから、害虫として扱われるものもある。また、北アメリカの北部では、ミミズの増加による森林地帯の土壌荒廃が問題となっている。すなわち、北米大陸の高緯度地方では、1万年余り前まで氷床に覆われていたため、ミミズは分布しておらず。 氷床が消失して回復した森林は、ミミズによる土壌変化が不要な形で形成されてきたが、近年、釣り客が捨てたミミズが増殖したことにより、結果的に土壌を荒らされることとなり、被害が出ている。動物界の食物連鎖の再開に属し、昆虫やモグラなどの小動物から鳥や両生類などの中型種、さらには、イノシシのような大型のものまで、 多くの動物の重要な食物として大きな役割を果たしている。ミミズは重金属や農薬などの薬剤に汚染された土壌に生息すると、それらの汚染物質を生物濃縮し、捕食した生物が中毒を起こす場合がある。ミミズ自身は、捕食者が死ぬような汚染濃度にも極めて強い耐性を示して生存し、毒ミミズ化することがある。このため、 野生のミミズを捕まえて人間が食べる場合は、注意を要する。また、このようなミミズを食べた鳥や魚の体内で、さらに生物濃縮が進み、人間に害が及ぶこともある。イギリスでは、この生物の縮を逆に利用して、重金属に汚染された土壌の浄化を行っている。ミミズは主に淡水での釣り絵としてよく用いられる。 ミミズは優秀な釣り絵であり、日本で一般的に2種類が売られている。生地と呼ばれている釣りミミズ系とドバミミズ、ランブリカストレストリーズと呼ばれる太ミ,ミズ系になり、生地という故障は釣り針を刺した時に黄色い体液が出ることに由来している。流通量の多い前者は、主に延岡朝日繊維や日本製紙などのせいに、製紙メーカーが副業として行っている。これは、 繊維や、生死の廃棄物として出るコットンリンターや、生死スラジを、ミミズの餌としているためである。後者は、流通量も少なく高価であるが、うなぎ、生ずつりには、非常に効果的である。疑似餌にも、太ミミズを模したものがある。島ミミズも普遍的に釣り絵に用いられ、その分布域の広さの一因は、釣り絵用に運ばれたためではないかとの説がある。 糸ミ,ミズは観賞魚等の餌としても用いられる。畑ではミミズが土地改良に役立っていることが知られるが、これをより積極的に利用する方法として、容器に残飯や枯れ草を入れ、ミミズをここに買って、堆肥を作るミミズ堆肥という方法がある。漢方薬では流、赤粒、自粒、またはミミズと称し、ミミズ表皮を乾燥させたものを、発熱や、 気管支喘息の発作の薬として用いる。なお、民間療法が日本各地に伝承している。また、特定の耳ミミズには、血栓を溶かす酵素を持つことも知られている。血栓を溶かす酵素を持つ耳ミミズであるルンブルクスルベルスの粉末を入れた健康食品、ルンブロキナーゼが発売されていい。日本の医師の研究で臨床試験されて効果も発表されている。 そのための専用のミミズを育成している。その発表で血管にできたプラークをも溶かすと言われているが、広く認められたものではない。観賞魚のほか、カエルやイモリ、サンショウオウオなどの両生類、トカゲなどの爬虫類、昆虫やクモ型類、ムカデ、甲殻類などの節足動物、鳥類、小型哺乳類などの肉食動物の餌としても利用される。タンパク質やミネラル。 コラーゲン、ビタミンなど栄養価豊富なミミズは世界各地で食材として使用されている。また、アメリカのカリフォルニア州などではミミズを使った料理コンテストなども行われている。のは現代アメリカ児童文学の古典とも言える作品である。一方で、ゲテモノクイのイメージが強いミミズ食はしばしばワイルドさを演出する手法として用いられる。また、 有名な都市伝説に大手ハンバーガーチェーン店のハンバーガーの肉には実はミミズが使われているというものがあるミミズバーガー。しかし今日では食用ミミズは高価でありその上調理する際の手間を考えると現実的でない。また食用ではないミミズを使うにしても泥抜きに相当な時間がかかる上匂いを消すには大変な手間暇がかかる。その手間や 人権秘等を考えれば牛肉などの食肉の方が安価である。よって、この都市伝説は全くの嘘である。古くからミミズに小便をかけると陰形が腫れると言われるのは雑菌が量を伝わって陰形につくかもしれないという説と田畑に養分を与えるミミズへの尊敬と感謝に由来する迷信であるとる説が主流である。G G と虫のような声で鳴くと言われているが、 一般にミミズが鳴くと言われる地面の下から響く鳴き声は、ケラの声であるとされる。ミミズには、発生期間は存在せず、音を出すことはない。犬は干からびたミミズの匂いが好き、という説があり、猫、あるいは猫科の動物全般に対するまた旅たと同様の効果があるらしいことは、古くから知られていた。また1960年代に発表された、白土三平の漫画、 カムイガイデン及び、サスケにおいて、忍術に使用される、アイテムの一種として、犬マンなるものが紹介されている。敵忍者に、犬マンを、数滴付け犬に追跡させたり、敵に囲まれた際犬マンで、大量の野犬を呼び寄せその混乱に乗じて、逃走するなど様々な活躍をする。犬マンの正体はミミズ、大量のミミズをすりつぶしたドロドロの液体、あるいは乾燥させたミミズの粉 である。さらに白土三平の描く、この犬ンは、シートンによる著作、歴史に残る動物たち、狼を中心として、グレートヒストリック・アニマルズ、メインリー、アバウト・ウルブズ、1937年内の記述が元になっており、内山賢治による翻訳本及び白土三平による、その漫画家作品、シートン全集、シートン動物記にも現れる。 目の分類についてはやや混乱がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。